皆さん、突然ですがね、本当に皆さんに、悲しいお知らせをね、しなければなりません。本当にね、こんなこと本当は言いたくなかったんですよ。なんですけど、結構ね、重大な話なんでね、皆さんには、いや聞いてほしいですね、本当に。なんですけど、ちょっと一つ事件が起こりまして、そうなんですよ。このトロフィー見てもらえればわかると思うんですよ。そう、みかんさんがね、またトロ下げをしてるんですよ。いやー、本当になんでだよみかんさん。いやー、俺はね、みかんさんと切磋琢磨しながら競い合ってた頃が懐かしいな。いやー、マジかみかんさん。ちょっと皆さん、本当にみかんさんがね、ちょっとやっぱり悩んでることがあるみたいなんで、やっぱこうやってちょっと変な行動をとってね、トロ下げしてしまったんだと思うんですけども、このトロフィー見てください。低いんですよ。もうね、本当に目も当てられないぐらいね。あ、皆さん、ちょっと刺激が強いんでね、下にいる、あ、ちょ、ラットが、ちょ皆さん、あ、これ刺激が強いんで、本当にやめてください、やめて。あ、焼き鳥が、ちょっと皆さん、待って。おー、もうちょっとマジかよ、映しちまった、ちくしょう。ということで、今日はね、みかんさんにまた、抜かされないようにね、トロ下げ、トロ上げをね、やっていこうと思います。ということで、デッキはこれですね。さあ、行きましょう。あ、来たー。おっと。剣爪しくんじゃないですか。さあ。とりあえず、タルババでも俺割とね、ショット動く派なんですよね。このデッキのでも正解が分かんないんですけど、まあ、待っても良さそうなんですけど、割とショット動く派っすね、俺は。さあ、まこっちゃんですね、まこっちゃん。さあ、まこっちゃんがいる。ババ小屋ということは、スケラですかね、この感じは。さあ、ここね、ザピセパしていきたいと思う。うん、相手は待っている感じですね。おお、エリゴールですね、エリゴール。さあ、ここでね、じゃあ、これはババを生かす形で新ネタを出していきましょう。さあ、ここね、ホバリンガーをね、端前にね、ピピピと出してあげて、さあ、ここはね、右側が、これは、タルババでいけたいですね。よいしょ。さあ。なるほど、タルババを出してくる。これやつを溶かせるのであれば、ここは行きたい。さあ、行く。で、ヒースピを添える。 OK。 いや、ババちゃんがババマジか、畜生。ちょっと待って、ババちゃんだけはね、死なせてはならんかった。俺のね、使命としてやっぱババちゃんをね。さあ、ここはワンチャンエリゴールが来ないですね。さあ、ここはザピマルをブチブチと。あいさい。さあ、このババちゃんはね、さすがに無視できないので、こっからですよね。さあ、来た、ヒーラーちゃんがね。さあ、ただ、ここ2倍タイム入るんで、とりあえずベベ小屋をぶち転がしていって、さあ、おっと、ここはエリゴールが来る構えなのか、来ないのか、否かの3択ではありますが、さあ、一旦、おっと、ここは来る。なるほど。にゃー。さあ、よいしょ。さあ、ブチブチのブチで、まあ、やっぱエリゴールのことはね、すべてを知り尽くした男なんで、もうね、タゲ、すべて、仕組み、すべてがね、もう分かってしまうんですよ、僕には。さあ、このカウンター止まるか、まこっちゃんに止めることができるか。さあ、ここでホバリンガーをね、右にボンボンと立っていって、さあ、タルババ来る。さあ、ここね、うわ、足元に来るかな、レイドラが来るかな、来ないのかな、いなかなと。さあ、ぐちゃぐちゃにしていきますよ。さあ、とりあえずね、ザッピーを真ん中から出していき、さあ、まあ、やっぱりね、僕はエリゴレ処理一級を持ってるんで、エリゴレ処理職人一級のね、資格を持ってるんでね、まあ、簡単にコロッとね、処理していって、グッドゲームと。さあ、いったところで、さあ、いいですよ。今、順位は77と、おっと、危ない。さあ、行きましょう。さあ、来た。サドファン。おっつ、プリンということは、神相性来るか。ピシピシピシ。オーケー。枯渇はね、これ、神、あー、ちょ。早めに出していってね、溶かしていきます。
オッケー。うん。さあさあさあ、いいよ。これはまあ受けましょうか。うん。さあさあ、まあムート切ったんで、相手はワンチャンのダクプラ、これダクプラ雪玉型だと思うんですよね。ウッドじゃない雪玉、槍ゴブだと、うわ、ん？あれダクプラなかったっけ？U の、あ、じゃあミュート、あれ？待って。ダクプラがない。ダクプラないかもしれないですね、これ。内科 MC かもしれないですね。ダクプリが内科 MC。さあ。これむず。めちゃくちゃむずいけど、あいつに5打って損ないですね。まあ、とりあえず今アウトロー切ったんで、さこういうのにね、タルババ使わないで俺ユニットで処理するんですよ。これが絶対相手からしたらね、しんどいですよ。バリしんどいんですよね。さあ、こっちにウッド切りたいはず、雪玉ですね、やっぱり。さあ。まあ、一応ウッドだった時よりね、初見プレイといたしましたね。さあ、ここ、U のこれね、コストなしでやってると思うんですよね。やりごばが来るかな。でここででもロイホグ行っちまうと、相手はロケを打つことができるので、カウトローか。うんですよね。はい。いや、でかい、そのガール処理は。さあ。よいしょ。ユーナが来たら5。はい。オッケー。プリンちゃんはね、ちょっと、あかんみたいなとこあるんで、あいつは5打っておきましょうか。よいしょ。んでもってから後ろから相手も展開してくるんで、俺も後ろから展開してザピセパとかもしていきましょう。さあここは、いやただ違う、次バレル来るな。この回転の速さでバレル、回転を生かしてバレルが来そうな顔をしているので、いや大丈夫だ、ザピセパしていきます。うーわ、ホバに打ってくる。新しいぜって感じなんですけど、さあここね、右側行きましょうか。さあ、これはあいつに打っていく。で、あとはザピ太郎がね、やってくれると思うんで。さあ、いや、頼む、ガールじゃない、俺はそいつじゃない。オッケー、完璧。さあ、こっちは許容していって、言うの、まあでもね、ここね、左側になんか来るはず。さあ、ここはね、ヒースピだけで、受けていきます。割とね、こういうなんか短期で来たタルババじゃないじゃん。バレルに対して、結構この、ロリババ以外でね、抑えるっていうのがね、割と大事なんですよね。そうすることによって、攻撃で使うこともできるし、2周目のね、なんといってもこの2周目をね、守ることができるんで。さあ、こいつ俺プリンに打つ派かな。プリンめっちゃ嫌いなんですよね、俺。こういうのですね、これ前ですね。さあ。ここヒースピを添えたげる。さあ、ここはね、次は新ウェイティアでぶち転がしてあげましょうか。さあ、これはまあファイバーボールをね打っていって、これワンチャンバレルが来る。うーん、生に合いブルルルルルル、来た、危ない。さあここロイホグ突っ込んだらワンチャン危ないオーラが出ている。オッケー。うん。これ5打っていいっすね。さあ、来ました。俺の反逆の RJ。反逆の RJ。バカだせ。バカダサすぎて何も言えんけど、反逆の RJ が来ます、こっから。さあ、ロイホグセパ行って、反逆の RJ 行くぞ。さあ、RJ してしまうのか、よいしょ。あとはね、これ、ザッピーを防衛で使って、あとはね、バレルにファイアーバールをぶちかましてあげて、さあ、グッドゲームと、行ったところで、さあ、再安牌の立ち回りができましたね。あぶねー、くー。さあ、いいですね。いや、もうちょいで7300に到達することができると。
言った感じでなんですけどね。いやー最近ね俺ねなんかトークで滑り散らかしてる気がしてならんのですよ。なんかねこう滑っちまってんじゃねえかっていう、まあ俺のね、まあ俺の勘違いかもしんないんですけど、俺はトークで滑ってしまってるのではないかと、そう思ってですね、やっぱりでもそのツル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 に滑っている、あツルツルといえばね、あちょ待ってこれダメだ、あぶねえ、いやまだ行こう、ツルツルといえばね、僕ね最近この昔ねめっちゃ肌荒れてたんですよ。なんかこれにめっちゃなんか汚ねブツがいっぱいできてたんですけど、あのねもうしゃあないなと、俺は昔はねこう男たるもの洗顔などしないとね誓って生きてきたんですけど、最近ねやっとこう洗顔とかをねこうするようになって、黒上がりのねあのなんか化粧水みたいなもどきみたいなのつもねそうするようになったんですよ。この俺がめっちゃ面白くないですか、俺がこうやって風呂上がってパシャ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 やってるのちょっと面白くないですか。なんですけどあれをやっていたらね、そう肌がねツルツルになっていたんですよ。そうまるで俺のギャグのようにねっていう話をねしようとしてさっきやめようかなと思ったんですけど、やめとけばよかったかもしれないですね。さあここねロイホグ行きます。さあさあやめてよかったな、普通に考えて。なんで話したんだ俺、危ない危ない危ないところでしたね本当に。さあここは相手はクロッサーをやりたい、やり散らかしたいところだと思うので、さあここはねミナシン、ミナシンぶっかま、ミナシンぶっかま。さあさあさあバカつまんねえな、ダメだどうしよう、やめちまおうかな、急に動画切ってやめちまおうかと思うところではあるんですけど、さあここねあのミナシンだけぶっかまして何も出さないっていうのがミソなんですよね。そうすることによってもしここでそうクロスが来てもマックはファイボかな、うん、オッケーオッケー。まあでも別にここファイボ来てもババ小屋はね耐えなんで、正直耐えしのげば A っていうところはあるんで、 A も B も C もあるんでね。さあ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 他でもウッドかな、ヒースピ添えたらウッド来ちまうんで一旦ステイサムですね。さあこの次なんですよ大事なのは、ここで相手が俺がコスト溜まる前にクロスを立てれなかったら俺の勝ちなんですよね。もうすでに相手は序盤で序盤の攻めクロスでやっちまうしかないんで俺のことをね。さあでかい、いやこれはデータ完璧なら来るか、来ない、 OK。 さあ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 ここはですよ一旦待って、これ5打っていいな。さあ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 とりあえずここでちょっかいザッピーして、ザッピー結構クロス受けに弱いん でこの5食らわないホバーを出して、相手は左を削りたい顔をしてるんで、とりあえず待ってあげて、これはまあババゴーヤでいいですね。ワンチャンこれ5来るかな、来ない。ってことはまあ一回右はステイさんと。さあ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 ここは一回行っていいですよ、プレイン。でここでアーチャーにね5を打つっていうことが大事なんですよね。ここでよいしょ、さあでかい、この5をねマジで大事だからな。でここで真ん中に集めてから5を、うわ来ねえ、やべえ待って、それめっちゃうまい、ここでクロス来たら結構やばい、結構やばい、ここでクロス来たら。めっちゃうざいよこのホバー、相手からしたら、相手からしたら正直このホバーめちゃくちゃうざいよ。ただ俺はファイブ削りをしなきゃいけないのか、このアイスピを入れるわけにはいかない。これやべえ、これでも相手が左側を削りたいはずなんですよこれ。なんでこっちホバ出してロイホグで攻めるの大事だな絶対。いやいい、めちゃくちゃいいファイボ、いやーこれは刺さる。さあさあさあババ小屋さえ残っていれば俺は攻めし放題なんで、さあここでですよね、マジっすかそれやば、うわーしてきた、このターンでしてくるんだ。まあ一旦待ちですよねこれは。でもまあでも俺ザッピーを左側に置くしかない、マジやばヤンキーやん、
ガチの方のヤンキーじゃないですかこれ。いやエイムいいかよ、お前のそのファイボの。いやめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいファイボ。いけ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 、きたー、きましたー、グッドゲーム。あぶねー、マジで負けかけた、マジで負けかけた、危なかったー本当に。ああこれマジでね、このいつも上位にいるクロス使いなんですよこの人ね、マジで上手くて。俺も前回やって負けたんだっけな、じゃあベストって人に負けたんだな。この人もね、でもマジ上手いんですよね。いや前回負けかけた気がする。いやあぶねー、さあ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 、いや相手上手かったっすね。序盤に攻めクロスを俺が立てさせなかったのが、まあ俺のエラーポイントその1なんですけど、まあ立てさせないようにして終盤をね、こう安牌安牌で削っていくっていうのがね大事ですね。さあさあさあ、ということでラスト、ラスト1戦いきましょう。これ今何42、さあ行きましょう、ドゥンドゥンドゥンで行きましょう。さあ来たー、おっとっとっと、さくらさ、待って、俺はい、いいっすか、デッキ当てて。あのね、親衛隊アチャバルーンだった気がするんですよね確か。俺の記憶が正しければ、タルババヤの雨のエリババが入ってないタイプの親衛隊バルーンだった気がする。なんでここで親衛隊合わせていきます。プシュー、で相手はただはん、違う、すいません、出戻りしていいですか。俺違う可能性出てきましたねこれ。ファイボ切ったんですけど、ここ行きたいんですよね正直。いやーでも行かない方がいいな。ここをバボ小屋で受ける、そうすると偉い人になれる。さあ偉い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 、よいしょ、さあさあさあ、いい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 おー、ハンターで抑えてくるタイプ、新しいですね。そんな新しい受けが、新しいさあ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 、やべ、ちょ待って、やってもうた。ただいや、ここは許容しないとダメだな。俺ここでザッピーとか出したら瞬間逆サイロイぶち込まれて GG ウェルプレイでされちゃうんで。いやこれ待ったのでかい、待ったのでかい。さあただ俺のタルババが下手、タルファイブが下手すぎてハンターに一発もらっちまったんですよね。さあただここは同際展開する。さあいい展開いい展開いい展開、ただ相手はそうケツトリトンから入るしかないんですよね。なぜなら相手がケツトリトンだから。さあここはね一回逆行きたいですね俺で。うわめっちゃ許容してくる、そんなバナナ、あやべ、また面白いこと言っちゃった。さあ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 、これはただ親衛隊で抑える。さあこれをぶち抜いて、ぶち抜く、オッケーオッケー、でかいでかいでかい。さあこれファイボ使わせたらマジでかいなこれ。ここに使うでしょ。で次になんすけど、あそこタルババぶっ転がして、これゴーストかタルが来る、いやゴーストタル同時来た来た来た。ただいいゲーム目、いいゲーム目。さあ左はエレキしかない。さあ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 、ここは許容しながら受けていきたい。ここ一回浪費を癖ばいっていいな。全然入ってないか、これ驚くほど入ってない。さあここ難しいな。まあ親衛隊でいいでしょう。ここはキースピに当たれ、オッケー、ハンターそこに咲くのはでかい。これファイボかエレキがワンチャン足元に来る。さあ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 、あいつファイボ打っていいなこれ。
おいしょ、待って、900、これ相手5切ってね、来るぞ、ザピーに、ザピーのやつに。いや、いい、これはいい。いやー、両サイドトントンになってんな、マジでいい、マジでいい証、いい証。うわー、マジか、コバに打ってくる。いや、ただここハンター切ってる。いやー、マジかよ。よいしょ、30秒、これいっていいな。秒数管理マジ大事だからな、ここ。あ、これ左通してくるプランだ。俺にはわかる。ロイを使ってた俺にはわかる。やべ。いや、ただこれは俺は冷静に5を打った。えらい。きてー、クラクラファン。よっしゃー、来ました、危ねえ。よし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 、これでね、みかんさんにだいぶ差つけられたんじゃないですか。さあ29位、ローカルもそこそこ高いはず。そう、さあさあさあ、そこそこ上がってきて、みかんさん、ちょ、やばやば、あ、皆さんちょ、いいっすか、ここからちょっと刺激が強い映像が流れるんで。うわ、マジか、ちょ待って、やべ、見たくね、うわ、マジか、俺の、いや結構、うわ見たくね、うわマジかよ。いや、皆さん本当にごめんなさい、本当にショッキングな映像をね、流してしまって、ちょっと申し訳ないんですけど、みかんさんがトロ下げしてた、マジか。俺がトロ上げしてる間にもみかんさんがトロ下げをしていたというこの事実を認めたくないところなんでありますが、今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、もしよければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。